どうもこんにちは。今回ですね、マウスコンピューターで4月27日ですね、2018年の4月27日、約ですね、まあ、1ヶ月とまあちょっと前ですね、まあそのくらいに発売されてですね、新しいノートパソコンを紹介します。型番はですね、MB11ESV というものでね、これは 11.6 型のね、まあ非常にコンパクトな、ノートパソコンとなっております。なのでね、このように、箱もですね、非常にスリム、またね、小さいんですね、これが。まあね、どのくらいかというとまあわからないですが、非常にコンパクトでございます。こちらがですね、まあ、宅配業者からですね、まあ、届いた時にですね、まあ、なんだこの小さい箱はと思ってね、薄い箱が届いて、あれ、私はこんなの頼んだっけなと思ったんですが、中身を開けてみたらね、なんとびっくり、あマウスという言葉がね、見えた途端、あノートパソコンかと思い、私はですね、最近のパソコン、随分と小さいものだなと思ってね、感心したところであります。ところでですね、ここにですね、何やら書いてあるようですが、ちょっと見てみましょう。はい、ここにはですね、まあ、飯山トラストと書いております。トラストというね、まあ、英単語の意味はですね、信頼という意味があります。なので、信頼の飯山性ということをですね、まあ、ここでね、ドーンとね、まあ、アピールしているわけであります。何やらね、期待を超える品質の実現するためにみたいなことを書いてあります。メイドインジャパンでございます。まあですね、現在ですね、まあ、東芝とか、まあ、東芝ね、ちょっとないな、ブックがね、まあ、あんまりいい感じにならなかったんであれだけども、まあね、ソニーもあんまりね、まあ、一回ね、解体したけども、まあ、NEC とか、富士フィルムとかね、まあまあ、ほとんどそういうね、日本のメーカーだけども、生産はね、全部まあ、台湾とかそういうところで行ってるのかな。なんだけども、マウスコンピューターすべてね、まあ、長野県の飯山市というところで作ってるらしいです。まあね、いろいろスペック書いてありますが、とりあえずね、開封しながら、喋っていきたいと思います。ではね、早速開けていきます。もう両側のね、テープをね、開けて、してね、開ければもう、中身が出てくるのかな。じゃあ出しますよ、皆さん。もうなんかすげえ軽いな。軽い。すごい軽いですね。はい、ドーンとドーンと。こういう風にね、ちょっと袋に入っておりますね。まあ、半透明のね、袋にちょっと入っておりますが、機械の反射でちょっとわかりづらいと思いますが、これはですね、まあ見た目もそうなんですがね、こういうもう見た目がね、なんかどことなくね、MacBook に似てるような感じがしますけど、まさにその通りです。マウスコンピューターですね、MacBook のデザインの良さにインスパイアを受けてしまったようです。なのでですね、まあ外装のこのビニールの、なんか開け方みたいなのもなんかちょっと Mac っぽいな、そんな気がします。ではね、ちょっとこれ剥がしていきましょうかね。ただね、ちょっとまあ若干違いますね、私が知ってるのとは。HP もね、最近ね、なんかヒューレットパッカーともね、なんかどうやら Mac にね、インスパイアされたようで、なんかね、こうパソコンの包みのフィルムなんかもね、こう Mac と同じような形となってきてしまいましたが、マウスコンピューターも、まあ、デッカ版 Mac といったところでしょうか。箱の中はですね、このようにですね、ノートパソコンが入っております。はい、これがですね、マウスと書いてあります。これがね、ちょっと残念だな。ここにね、リンゴのね、絵が書いてあればね、もう100点満点というところなんですが、これが書いてあることによって80点になってしまいました。はい、まあ、とりあえずね、これ置いておきましょう。で、箱の中はですね、いろいろ何やら入ってるようなんですが、まあ、充電器と、まあ、充電器とね、まあ、説明書ですね。これがですね、まあ、充電器の、まあ、AC アダプターですかね。ちゃんとね、コンセントの部分をね、畳めるようになってるようです。これならね、バッグの中でかさばる心配もありません。ちょっと硬いな、これ。はい、こんな感じでね、コンセントもちゃんとね、なんかピントはね、全然合ってないけど、まあいいでしょう。で、こちらね、充電するときタイプ C になっておりますので、タイプ C。両方ともですね、オスメス、両方ともマイクロのね、まあタイプ C ですね。はい。で、あとはですね、こちらですね、まあ、ハブというんですかね、マイクロ USB のタイプ C から、タイプ C、HDMI、あとタイプ A なのかな、これはタイプ A 型のノーマルの、USB3.0 だか 3.1 の、USB がついております。それとね、まあ、説明書ですね。はい。でね、まあ、ざっくりとね、この、まあね、本体の方を見ていくと、開けてみるか、とりあえず。はい。はい、こんな感じでね、開けてみるとこんな感じです。薄いでしょ？すごい薄くない？これ。薄いね。最近のパソコンっていうのはね、こんな薄いものです。あれ、なんか、中になんかね、クロスみたいなのが入ってましたね。はい。なんか書いてありますね、また。すごいですね。まあ、こう、外見はこんなもんでいいか。で、ね、左側にね、まあ、外見後で言おう。で、とりあえずですね、こちらのですね、ノートパソコン。まあ、ですね、まあ、なんなのかっていうとね、ちょっとね、スペックをね、言っていきましょうかね。こちらの、パソコンのスペックなんですが、
まあ、OS はね、もちろんですね、Windows 10が入っております。ただですね、プロではなく、ホームの 64bit となっております。で、CPU の方がですね、Intel のセレロンですね、プロセッサー N3350 というものです。デュアルコアのね、1.5GHz となっております。2メガキャッシュとなっております。で、グラフィックの方が Intel HD グラフィックス500となっております。で、メモリが 4GB ですね。で、ストレージが eMMC で 64GB なので、ちょっとですね、このパソコンに何かをね、まあ、保存するという形ではなくて、主にですね、まあ、マイクロソフトとかね、まあ、持ってる人はいると思うんですけど、まあ、私も持ってますけども、まあ、クラウド上で、何かね、ストレージの方を管理するというような、使い方となります。はい。で、液晶パネルなんですが、こちら 11.6 型ですが、LED バックライトの、ノングレアのフル HD 1980×1080 となっております。で、まあ、サウンドの方はね、別に期待してませんがね、なんだかね、なんかハイデフィニッションオーディオとかね、まあ、すごそうなこと書いてありますが、そんな期待することはないでしょう。で、インターフェースの方なんですが、これが問題なんですね。こちらね、非常にまあ、薄くなっております。本当に薄いですね。薄いということはどういうことですか？はい、そうですね。まあ、いろいろですね、まあ、薄い分というのは軽いという、まあ、メリットもあるんですが、その分ね、デメリットもあるんですね。そのデメリットというのが、まあ、ここでですね、こちらのパソコンですね、まあ、インターフェースの方はですね、USB 3.0 の Type-C、このね、まあ、左側はですね、この左側にですね、1個しかもうついておりません。で、反対側は何かというと、このね、まあ、丸いポッチがありますけど、これがですね、イヤホンジャックですね。まあ、普通のイヤホンジャックですね。それしかついてないというね。もう、USB Type-C1 個とイヤホンジャックしかついてないっていう、もうこれだけっていうね。あとは、ま、無線 LAN がついてますよ、ということで。まあ、一応 11AC にも対応してますね。あと、Bluetooth もついておりますので、まあ、マウスなんかはね、最近、ま、Bluetooth が増えてきてるので、まあ、そういうものはね、まあ、外部のね、そういうなんだろうな、入力デバイスみたいなものは、まあ、Bluetooth でね、使えるものを使えばいいかなと思います。で、一応ですね、まあ、ウェブカメもついておりますので、こちら200万画素となっております。でですね、こちらね、指紋センサーがついてるんですね。この、ちょっと見えないな、ね、タッチパッドのね、この、なんだろうな、右上みたいな、左上かな、左上にですね、ちょっとなんか色が違うところがありますが、ここはですね、タッチパッドとなっておりまして、Windows Hello に対応しております。はい。まあこんなもんですかね。まあキーボードね、まあ一般的ですけどね。で、まああれだね、バッテリーの動作時間が9時間となっております。まあいろいろね、作業量にもよりますけど、まあ4、5時間は持つのかなと思いますね。それで重量の方がまあ軽いんですね、こちら。結構軽いでございます。まあ 1.07kg ということでね、1070g となっております。非常に軽いね。今まで使ってたね、HP のね、まあ、ゲーミング用 PC なんだけど、AK000 という型番のもの。まあ、調べればね、皆さん出てくるんで、ちょっと調べてみてくださいね。それで 2.7kg とかそのくらいあるんでね、すごい石板でございます。で、付属品は、まあ、先ほど申しましたように、AC アダプターと USB Type-C、それとですね、まあ、この、なんかクロスが挟まってたのと、あとはですね、まあ、説明書と、それとハブですね。ハブがついておりました。で、こちらのですね、まあ、ノートパソコンなんですが、まあ、マウスコンピューターのですね、まあ、オンラインで購入することは、まあ、おそらくできないだろうと思います。こちらですね、主にですね、家電量販店での、販売を主な目的としたもの、商品となっておりますので、まあですね、家電量販店に行けば、まあね、まあ、マウスコンピューター取り扱ってるね、でかいなんか、なんですかね、ヨドバシカメラとか行けば売ってるのかな。まあ、あるいはですね、現在 Amazon でも売っております。Amazon がね、多分一番安いと思いますね。今回 Amazon で買ったんですけどね、3万7000円ちょっとで、買うことができました。非常にコスパが高いパソコンでございます。でね、このパソコンね、まあ、マウスコンピューターといったら今まで筐体がですね、プラスチックだったりとかいうのもあるんですけど、もう完全にね、すべてがね、アルミ削り出しとなっておりましてね、まあ、本当に Apple のね、MacBook を意識したんだなっていうのが感じ取ることができます。はい。まあ、こんな感じですね。あとね、何を説明したらいいんだろうな、パソコンっていうのは。まあ、よくわかんないんだけど、とりあえず起動っていうのをした方がいいのかな。まあ、とりあえずね、ちょっとこのハブを見てみましょうかね。ハブ。まあ、ハブをね、こうやって1個つけるわけですよ。そうするとですね、まあ、もちろん、まあね、ここ1個しかないから、もうハブは潰れちゃうと。まあ、ハブっていうかね、インターフェースは潰れてしまう。しかし、ここに3つあるわけですね。まあね、左からっていうか、これ左からでいいのかな。ちょっと、まあいいや、もうね、ボケてるけど。左からですね、USB Type-C で、HDMI で普通の、まあ、USB 3.0 ですかね、3.1 だったかな、まあそんな感じとなっております。はい。ね、じゃあとりあえずね、電源の方というのをね、入れてみましょうかね。まあちょっと電池が入ってるのかわからないんだけども、一応電源の方を入れてみましょう。まあ電源はね、ここらしいですね。じゃあポチッと。あ、
あ、これはついてないですね。はい、どうやらね、充電されてないようです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。はい、最後までね、ご視聴ありがとうございました。はい、先ほどね、電源がつかないとかね、そういったアクシデントがありましたが、まあね、充電がされてないんじゃないかとね、思い、充電もしてみたんですけども、まあね、充電の方はね、すでにされていて、で、まあ、充電されていたのはね、まあ、電源がついたから分かったんですけどね。電源はじゃあなぜその時はね、つかなかったのかというとね、その原因はですね、私の手にありましたね。まあ、手にあるっていうかね、私の、まあ、押し方の関係ですね。これね、ポンって押しただけではね、つかないんですね、このパソコンは。まあ、1秒程度ですね、長押しをしていただくとどうやら電源がつくようです。ではね、早速電源の方を投入していきたいと思います。ポチ。はい、つきましたね。で、まあ、これはね、まあ、今からね、もう起動に入ってますけども、これはね、特に意味はないですよ。ただ、ここに名前が表示されるんでね、それを隠すためのものです。まあ、別に僕の何ですかね、私のね、名前がね、本名が入ってるわけではないんですが、まあね、皆さんね、あ、お前なんだ、こんなアカウント名にしてるのかっていうのはね、バレてしまうのが恥ずかしいですから、まあ、こんなような感じで、隠させていただきます。でね、今、起動がし終わりました。で、これでですね、まあ、指紋でね、認証したいと思います。はい、こんな感じでね、まあ、起動はね、大体まあ、10秒ちょっとっていうことなので、まあね、Windows 10自体がね、軽いっていうのもあるんですが、まあ、さほどね、起動自体はそんなにまあ、遅くはないのかなと感じます。ですがですね、やはりですね、こちらのパソコン、まあ、スペックがね、そこまでまあ、別にいいというわけではございません。まあ、インテルのね、セーロンの、まあ、先ほども申しましたが、インテルセーロンの N3350 で、まあ、メモリも 4GB でね、で、グラフィックがね、まあ、GPU が HD グラフィックスのね、500ということで、ね、別にね、すべてにおいてね、なんか全然良くない、まあ、別に悪いっていうわけではないんですけども、まあ、特にね、なんかこう、ああ、すごいグラフィックを積んでいるんだな、っていうのも、感じられないですが、まあ、当然ですね、まあ、値段が安いですから、当然です。ね、まあ、で、まあ、私の場合はですね、まあ、特にですね、ベンチマークというのはしませんが、まあですね、軽くちょっとね、こいつのスペックを、まあ、ね、皆さんにね、まあ、伝わればと思って、思っております。はい。で、まあ、とりあえず、まあ、それはちょっと後に回すんですけども、まあ、起動してね、まあ、まあ、ああ、ちょっとね、見えないかな、あ、近づければいいのか。ね、まあ、現時点ではね、まあ、ゴミ箱、クローム、マカフィーと、あと、マイクロソフト入っておりますが、ね、まあ、初期設定をね、してね、すぐ起動するともう何もありません。ゴミ箱のみです。このね、デスクトップには。左上にゴミ箱しかありませんと。なのでね、クロームとかマカフィーとか、あとマイクロソフト、これらはね、全部ね、初期設定の後に私がですね、まあ、ついでに、導入したものでございます。まあ、クロームはね、いつも使っておりますね。まあ、大変使い慣れた、まあ、ブラウザーになっております。で、マカフィーはですね、まあ、多分なんか元から入ってたらしいような気がしたんですけど、まあ、とりあえずですね、私は、まあ、マカフィーのアカウント持ってますので、まあ、最大5台ぐらいまでできるのかな、登録できると思いますが。で、あとね、Office 365もありますので、まあ、Excel と Word。まあ、別に、ここ分かりやすいためにここに並べたわけでありまして、別にこれ消してもね、いいんですよね。別にマカフィーと、まあ、Excel と Word は別に、デスクトップにわざわざ、まあ、並べなくてもいいということなんですが、まあ、説明のために一応出しておきました。で、まあね、まあ、気になるね、スペックなんですけども、まあね、ちょっとね、やっぱりね、まあ、多分、文章ぐらいだったらね、まあ、なんとかなるっていう感じなんですけどね。あと、Excel もですね、結構シートの数がね、十何枚とかあるような、データを、まあ、開いてみたんですが、まあ、さほどね、そこまでね、まあ、ああ、重いなっていう感じもね、まあ、Excel ぐらいだったらね、ただグラフがあるとちょっとわかんないんですが、まあね、ワードの方をね、ちょっと立ち上げてみるのと、あと、Chrome の方で、YouTube をね、ちょっと仮に見てみましょうかね。YouTube の方はですね、まあ、私ですね、まあ、仮に、ちょっとね、ちょっと前にね、試験的にですね、まあ、再生してみたんですけども、どうやらですね、この、まあ、パソコンのスペックだと、1080p は、ね、再生するのはちょっと厳しいかなって感じがしました。で、なおかつですね、720p でもですね、60fps の動画で、だとね、ちょっとね、再生はちょっと厳しいかなっていう、感想でございます。なのでね、ただのね、本当になんだろうな、30fps の、それで、まあ、720ぐらいまでだったら、まあ、なんとか、再生できるのかなって感じます。はい、ね、まあ、YouTube の方が、
まあ、私のね、動画、過去のね、動画を一応流すのであれば、まあ、規約上ね、なんら問題ないと思うんですけど、まあ、これは 1080p か。はい、ということでね、これがね、一応 1080p でね、まあ、一応流してるんですけどな、これはね、僕のがね、僕の動画自体の 1080p がそんな多分容量がないんでしょうね。まあね、ヒカキンとかのね、1080p だと、まあ、ヒカキンは当然 60fps なんで、もう無理でしたね。なのでね、まあ、1080p が、まあ、できなくはないとは思うんだけども、ただの 30fps。まあ、ちょっと厳しい。720だったら全然、まあ、余裕で見られる。余裕っていうかね、まあ、ちょうど、ギリギリのところでね、まあ、見られるというところです。でね、まあ、ワードの方なんですが、まあ、文字のね、方も、まあね、ちょっとまあ、遅れもあるんですが、まあ、そんな支障はないのかな。ね、別に変換もね、特にまあね、もたつくという絵は、まあ、多少もたついてるんでしょうけども、まあ、そこまでね、ちょっと見えなかったか。ごめんなさいね。ちょっとね、画面の方が大変小さいっていうね、まあ、肉眼だとね、そんな感じないんですけどね、ちょカメラで捉えると相当小さいのでね、ちょっとでかくしてと。うるさいな、後ろの音が。まあね、こんな感じでね、まあ、ワードの方もね、まあ、さほどね、そこまで、まあ、なんだろうな、もたつきというのもないかなと思います。はい。ということで、まあね、スペックの方はね、文書作成、あるいはですね、まあ、720p 程度の動画でしたら、まあ、視聴することができますと、いうことですね。まあ、それ以上のね、なると、ちょっと厳しいかなと思います。なので、このパソコンでね、なんかね、こう、まあ、ちょっとしたワープロの、まあ、レポートなんかはできますけども、動画編集動画編集とかはね、まあ、到底できないかと思います。ということでですね、まあ、スペックはね、まあ、大体ね、ちょっとまあ、ね、特に、まあ、ベンチマークを回してないので、まあね、詳しいことは分かりませんが、まあ、ざっとね、だって皆さんこのパソコンどうせ使う、まあ、用途というのは、まあ、ちょっとしたワードができればいいのかなとかさ、あとは、まあ、ちょっとした動画を見れればいいのかなとか、まあ、その程度でしょう。これでね、ガチガチにレポート作成するとか、ガチガチにこう編集したりとかね、普段からもうこれを、使いますっていうね、そういう、まあ、ね、人はあんまりいないと思うんだけども、まあね、とにかく、なんだろう、大学とかね、会社とかで、まあちょっとね、PDF ファイルを、まあ、プレゼントとかで使うとか、あるいはね、ワードをちょこっと使うとか、そういった用途であれば、まあ十分な性能であると考えられます。なのでね、まあ私はですね、まあ主にそういう用途で、まあもう本当にプレゼン用とかね、本当になんだろうな、ちょっと PDF がとかね、別にタブレットでもいいような気もするんだけども、一応ね、キーボードがあった方がいいのかなと思いましてね、キーボード好きなんで、タブレットもね、一応持ってますよ、中華製タブレット。ですが、まあ、不便なんですね。まあ、何文字を打つにも何もするにもね、不便で。まあ、バッテリーの容量もね、タブレットあんまないということなんで、まあ、こっちの方がね、USB もね、すぐ使えるし、ということで、まあね、今回は、こちらのね、ノートパソコンを購入させていただきました。まあね、紹介の方はね、結構ね、ざっくりした内容なんですけども、まあ、もしね、参考になればと思います。まあね、またね、何かね、こう、なんか、ああ、ここが見たかったよ、みたいなのあればね、もしかしたら、まあね、皆様のリクエスト通りな、ちゃんとした動画を作るかもしれません。もしね、そういう、なんでしょうかね、動画が見たいのであれば、ぜひぜひ、コメント欄にね、ああ、こういう動画を作ってください、みたいなのを言う、まあ、ね、書いてもらえれば、まあ、私の方もですね、まあ、少しは頑張ってみようかな、っていう気持ちが、まあ、出てくるかなと思います。ではね、今日は、この辺で終わりたいと思います。以上ね、MacBook カッコみたいなね、ノートパソコンの紹介でした。本当にね、見た目もね、本当な MacBook みたいでね、こんな感じで、これもね、ちなみにファンレスなんですよね。ファンレスなので、もうその辺もね、もう完全になんか MacBook をね、意識している感じがいたします。で、まあ充電ケーブルもね、本当にこれなので、コンパクトでね、お持ち運びがしやすいということで、このパソコンで非常に、いいんではないかと、思います。はい。ではね、今日は、まあこんな感じの動画でしたけども、最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた会いましょう。バイバイ。
ちょっとね、追記なんですけども、先ほどね、まあ、充電器はね、小さくてコンパクトで、まあ、小さくてコンパクト同じだけども、まあ、持ち運びがしやすいとか言いましたけどもね、まあ、ちょっとだけね、ちょっと心配。でも、別に充電器を持っていくほどでもないっていう場合はね、これモバイルバッテリーでね、充電できちゃうんですね。モバイルバッテリーがね、USB から USB Type-C にね、こうやってやれば、充電できてしまうということで、まあ、なんかね、出先に行くときはもうこれ1個、例えば1万アンペアワーぐらいね、あればね、結構、まあ、なんだろうな、4時間分ぐらいは止まるんじゃないかな。まあ、どのくらいバッテリー容量があるのかわかんないんだけども、今ですねちょっとカメラだとね捉えにくいんだけど、ちょっと光ってるでしょ、赤く今光ってましたよね、ここはね光ってるんだ赤く、これがね今充電中ですよということで、これがね緑になれば充電完了ということなんですが、まあね、まあ、電力がねちょっとまあ足りてるかどうかわかんないけど、でも一応ねアンカーだから2アンペア、なんとかなんとか QI だっけ IQ だっけ、なんかそれがあるからね、まあ、一応ね2アンペアで多分出力してると思うんだけど、パソコン用にね、そういうこともありまして、まあ、一応モバイルバッテリーでも、充電ができますよということを、お伝えしたかっただけであります。はい、ではまた会いましょう。